はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は7月23日火曜日、時刻の方は16時33分です。てってけてってん、ぴょぴょ。はい、そんなわけでね、今回は、はい、こちらの商品ね、てれりん。はい、イヤホンはね、開封したいと思います。さあ、このイヤホンね、スポンサー様ですが、こちらのね、ショップさんでございます。前回ね、KZ の ZS10 Pro をね、リケーブルと一緒に提供いただきました。ね、ついこの間ね、新しい商品を発売するよということで、連絡をいただきました。そしてね、ちょっと前に発売されたこちらの、これね、ビロンっていうのかな、これ、メーカーなんていうのかな、ビロン、ね、ビロンのね、商品名 BL03 っていうね、まあ、ビロンだからね、 BL の、まあ、03だから、まあ3番目のイヤホンね、わかんないけど、これをね、紹介させていただきます。ありがとうございます。で、商品名ね、まずちょっと見ていきましょう。てれってん。はい、こちらです。 BL03 イヤホン高音質イヤモニ 3D ステレオサウンドカーボンナノチューム振動板ダイナミックを搭載、リケーブル可能、ハイレゾカナロ型イヤホンで、今回おじのところに来たのはシルバーになります。まあ、お値段の方は4,500円なんだけど、今こちらを見て分かるように、はいね、オープニングセールなのかな、1000円のクーポンがね、今発行されてます。ということで3500円でゲットできるイヤホンとなっております。で、これね、売りなんだけれども、何が売りなのかというと、カーボンナノチューム振動板ダイナミックを搭載っていうことでね、これ振動板が、まあ、カーボンナノチューム、これがね、どういうものかっていうと、まあ、おじいもね、テラリンとね、今まで調べた中で言うと、このナノチューブ、ね、カーボンナノチューブっていうのは、アルミニウムの半分の軽さで、鋼鉄の20倍の強度っていうね、すごい性質を持つ素材なんだよ。で、地球と宇宙ステーションを結ぶ軌道エレベーターとかなんかあったでしょ、台風の時どうするんだとか、なんかね、で、ビレビローンってなる、軌道エレベーターの構造材としても期待されてるやつなんだよ。これ、なんかもうずっと前、まあ、ホリエモンのね、シャトル計画とは、当時から、その宇宙ステーションと結ぶ計画があってね。で、その素材なんで、これ、あ、そういわば、そんなようなのあったよねってね、思い出す方もいるんじゃないでしょうか。ね。でね、まあ、この他に、このカーボンナノチューブっていうのは、まあ、シリコンに代わる半導体としてね、まあ、空間を持つ構造ね、まあ、こう、蓄積空間というのかな、構造を生かして、まあ、燃料電池に応用するとか、まあ、いろんな用途が期待されている素材だったりするんだよね。で、これを今回振動板に採用した、ね、で、このね、振動板に採用するとどういうことなのか、これね、このカーボンナノチューブっていうものを、要は樹脂とね、このカーボンナノチューブを混ぜ合わせて練り込んだ振動板っていうことなんだね。で、より硬くなって、もうもうチタンをもしたくね、まあ、強度を持ったね、音をこう伝えることができるってことでね、これね、エイジングがもしかしたらかかるんだよね。慣れるまでに硬い振動板、今柔らかい振動板はいきなり音が出るけども長持ちしない、硬い振動板は慣れるまでに時間がかかるっていうことで、今回もね、100時間から200時間のエイジングが必要だということです。ただ、このカーボンナノチューブを採用したイヤホンとかヘッドホンっていうのはあるんだけど、まあ、かなり高額なものが多いですよね。まあ、でも今回、まあ、3500円で買えてしまってね、いや、どんな音がするんだろうね。はい、それじゃあね、元気なうちにね、今から開封したいと思います。まあ、箱はね、こんな感じだね。で、ちょっとね、面白いのがこれね、はい、ここ、これなんだけど、これね、逆にフィルム、ネーミングしてあるんだよね。で、これ最初逆についてんのかなと思ったんだけど、ここのところは正常なんだよ。これね、これは意図的にね、デザインとしてこう逆になってるんだね、これね。最初おじい、これね、うん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 ってね、すごい疑問だったんだけど、あ、
かえってこれおしゃれだなと思ってね。で最初箱が届いた時こっちが表だと思ってずっとこうやって置いてたんだけど、さっきこうしてみたらあこっちが表なのかなと思ってね。はい、ちゃんとねビローンって、この2014ってこれなんだろうなと思うんだけどね、まあ、2014年にこのビローンっていうメーカーさんがね、まあ、誕生したのかもしれませんね。はい、それじゃあね、早速開けてみたいと思います。よいしょと、ビビビビーン。いやもう最近ねこういうね本格的なイヤホンね、なんかすごい楽しくなってきちゃってね。おじいのこれ今使ってるねこのよいしょ KZ のね ZS10 なんだけど、これもね200時間以上のエイジングが終わってね、いやもうこれおじいが持ってる中で一番いい音鳴らしてくれるイヤホンなんだけどね、いやもう申し分ない音が出ておりますね。はい、まあ、今回はこのよいしょカーボンナノチューブね、これどうやって取るのかな、ちょっと待ってよ、よどっから取るの、よっテレッテレン。はい、ほらこれ面白いでしょ、これねあやっぱよく考えたらこれあれかもしんないね、やっぱ逆についてた可能性あるね。下のやつは正常だよって言ったんだけど、これは下の紙に書いてあった。これね。はい、そんなわけでね、もう一個落としました。片っぽね。危ない危ない。ああ、落としたよ。はい、まあそんなわけで。これおそらくね、逆についてた。まあこれもデザインのオチだね。うん、こっち側からだとシルバーで、で、こっち側からだと青でね、これリバーシブルでできてんだね。おしゃれだね、すごくね。はい。じゃあそんなわけでね、よいしょ、イヤホン本体を取っていきましょう。はい、こんな感じ。もうね、表から、まあもう見えてたんだけども、はい、デザイン的にはこんな感じになってます。ちょっとね、おいしょと。ピンときてるね。それでね、この、まあ、クラゲちゃんがね、まあ、嫌いだって方もいるでしょうけどね、見える？ちょっと見えないかな？どうかな？ね。はい。まあ、これはね、まあ、ちょっとこう、ごっついなーっていう感じはするんだけどもね、まあ、ぶっちゃけね、うん。まあ、縦にこう、筒状になってた方が持ちやすいんだけど、で、まあ、ちょっとごついなっていう、まあ、第一インパクトはあるよね。で、これでもね、実はね、女性にも、使いやすくするためにコンパクト化をしたそうです。これね、こうでしょ、これね、ここに書いてあるんだよ、ここに、ここほら、このイヤホンはサイズを小さくして女性にも使いやすいように作りました。シンプルなデザインですが、男の子も女の子も作れちゃうかっこかわいいデザインでーすって感じでね。音の印象はボーカルがとても近くて音色の柔らかいといったら全体的にフラットになる方はよく、音一つ一つが柔らかく水の波紋のように一点から広がっていくイメージですってね。これがね100時間から200時間のエイジングをね、終わった後に楽しめる、ね、まあ、こんな感じなんだろうね。じゃあちょっとね、ついでに。いや、暑いんだよ。汗だく。ね、真夏だね。よいしょ。はい、それじゃあね、あとこのね、箱の中を見ていきましょう。よいしょと。ね、はい、箱の中はね、このように説明書が入っております。で、説明書はね、日本語は、ないね。はい、日本語はありません。はい、却下。そして、これね、すっごいおしゃれ。なんかこう、麻の袋みたいなね、ほら。これ、コーヒー豆が入ってるような、そんな感じの袋。うん。あ、これはいいなぁ。この袋おじいね、気に入った。ほら。ビローンってね、メーカーロゴも入ってますね。いや、これはね、触ってて気持ちいい。夏ね。うん、めちゃめちゃ気に入りました。ね。じゃあ、大切にしまっとこうね。はい。そしたら、ここにね、イヤーピース。ね。
はい、イヤーピースがね、ここに L サイズと S サイズが入っております。今ついてるのは M サイズになります、ね、交換用のねイヤーピースがついております。はい、そして今回のケーブルがこちらね、これはね、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょよいしょ、はい、まあちょっとこれ外して、おー、これはいいね。なんかね、あの、軽い、わ、軽いなぁ。軽い。こっちとね、比べて、このリケーブルのこれね、これと比べてね、うん、こっちはね、うん、軽いね、やっぱね。うん、軽いです。はい、そしてね、ピンはこんな感じ。よいしょ、ちょっと待ってね。はい、2ピンになってます。2ピン。ね。2ピンとなっております。でこれはね、どっちが右で左でっていうのは書いてあるのかな、ちょっと待ってね、よいしょ、いいよ、うん、LR はわからない、わかんない、 LR がわかんない、いいよ、あった、 L って書いてあった、 LLL、 ここにね、うわ、これちょっとわかんねえぞー、わかんないね、虫眼鏡で見ないとわかんないけど、一応ね、あの L って書いてあるね。じゃあこっち側が L なんだから L で、でまあこう L って分かるようにしといて、これが LR、 さあどこに書いてあるんだ、うん、これね、あのこうビローンって書いてある、ビローンって、ここにね、これ見える、ほら、ビローンって、ほら、ビローンって、ちょっとこれあのシルバーテカ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 してるね、すげえ、まあ女性がつけたらあのなんかほらイヤリングみたいで結構綺麗だよね、テカテカしてるね。男性がつけるとあれかな、ちょっとテカテカしすぎるような気がするけどね、うん、ね、まあおじこれブラムが良かったんだけどな。でもこれ LR はどうやって見分ければいいのかな、LR わかんないな。んじゃあね、あ、わかんない。L と R で、あの、四角と丸とかさ、違うのかなと思ったけど、同じっぽいからね、ちょっとこれわかんないな。どっちが右でどっちが左だろう。ちょっともう耳に入れて、あの、自分の、もうフィーリングで判断するしかねえな。これで、これがしっくりくるのか、それともこっち側か、どっちも入っちゃうんだよね。あれ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、わかんねえぞこれ。あ、こっちの方が、うーん、どっちもなんかね、なんかちょっとしっくりこないっていうか、上、こう、あ、こうか、上にこう出し引っ掛けタイプだね、あ、こうか、これ、うん、こ、上にするとこれが右にちゃんとくっつく、じゃあこれも上にしたら、あ、こっちの方がすんなりくるかな、あ、どっちも入っちゃうな、ちょっとこれ参ったな、いや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 、これわかんねえぞ。ちょっと待てよ。やべえな。うん、形状の違いは、明らかに、あの、左右違うんだけど、ほら。ほら、この違いはあるんだけど、でも形がね、似たような形なんで、いや、どっちも入っちゃうんだよ、これ。いや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 、ちょっと待てよ。こう、これでも入っちゃうんだけど、
あ、でもやっぱこっちかな。あ、まあこの方が、スポッと入るような気がするな。ってことで、はい、もうおじいの耳で判断しました。これが左。ね。で、まあこういうものはね、反対に入らないと思うので、あ、一発、二分の一の確率で入ったってことかな。本当？まあ、逆に入らないとは言ってないよって、だからお耳がダンボの YouTuber さんが言ってたから、まあ、これ本当一か八かだな、これ。うん、まあ、逆につけると音がおかしいっていうことなんでね。うん、まあいいでしょう。一か八か。で、こうやってつけて、よいしょっと。逆か？ちょっと待ってよ。ややこしいな、これ。こうか。こう。よいしょ。ん？ちょっと待ってよ。このカタツムリみたいになってるの、これね、よいしょ。これ逆じゃねえかな。これ。あ、じゃあこれおじいのこれ取り付けが逆なのか、じゃあこれ多分。よいしょ。うん、すっごいもう汗だくで全然ね、もう滝のような汗なんだよね。はい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 、ピンポンピンポン、はい、よいしょね、待ってね、おっと、で逆にしてこれでつければいいのかな。うん、で逆にも一応つくので、でこうした時に、あ、そうだね、こうやって耳に引っ掛けるんで、うん、どっちでもプラスマイナス入っちゃうんだけど、耳のこのフック、これ引っ掛けるやつがあるので、逆にするとちゃんと耳引っ掛けられないからね。うん、それで判断できると思う、だいたいね。はい、じゃあね、これ実際にちょっと音楽再生してみたいと思います。でたまたまね、元気なおじいね、残念なことにパソコンが今調子が悪くて、Android のスマホ A3 とか S3 が認識しません。で iPhone、iPad も認識しません。ドライバーを受け付けてくれないっていうね。どの USB ポートも全滅っていうことで、何かパソコンが調子悪い。で音楽をね、打ちそうと思って努力したんだけど、一応再生はできるけど、これ十字架になってるんで、これね、イヤホン挿すことができなくて、再生はできるんだけど、で今度データをコピーすることができなくて、なんかなんだろう、アプリがないからコピーする、なので再生しかできないんだよね。そういうことで、じゃあ音楽を再生できるやつ、ハイファイブ音か持ってたから、じゃあそれを使おうかなと思ったんだけど、アンプの実験の時に動かしてどっか行っちゃったんだよね。もう今音楽を再生できる環境がこのパソコンしかなくなってしまったんだよね。これでちょっと聞いてみたいと思います。よし、はい、じゃあちょっとね、音楽聞いてます。で自分のマイクの声もこう遅延して聞こえてるので、喋ってると自分でわけわかんなくなっちゃうから、なので喋らないでちょっとね聞いてます。どれだ、これか。で、いつものキョンキョン、うん、よ、おお、うん、これはまたおじいにとって新しい。
あのね、よいしょ、まず第一インパクトなんだけど、まあ、エイジングがまあ当然必要なんだけれども、あのつけた瞬間ね、あ、音いいよ、音いい、とにかく音がいい、これ音いいねって感じで、でね、どんな音なのかっていうと、あの低音がね、結構効いてるね、パンチが効いてる。で、私の16社はどん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 ね、結構ボン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 ってこうなってるんだけど、まあ、これがね、ドラムがね、この顔のね、ここら辺でね、てん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 ってね、すごい来てるんで、まあ、低音が結構聞くなっていう、この低音がね、今開封してすぐは低音が効いてるんだけど、低音がね、まだなんていうのかな、ちょっとこう濁ってるようなね、そんな感じがするんだね。だ、場所はちゃんとここのど真ん中でボン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 来て、こうすごい前面に出てきてるって感じでね、ボン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 する、俗に言うなんていうのかな、ドンシャリ系のなんかダンダンダンみたいな、ああいう、こう低すぎるような、ああいう低音じゃなくてね、どっちかというと、ちょっとこう、軽めの、軽くはないな、軽くはないけど、おじいが好みの式の、タンタンタンとか、ズンタンタンみたいなね、なんていう、コンピューターミュージックの低音みたいなね、そんな感じよりなんだけれども、どんどんどんにちょっとこう寄ってるっていう感じのね、なんていうかな、デジタルっぽくないような感じ、低音がアナログっぽいような感じの低音を鳴らしてる、これはね、パッと第一印象で言うと、真空管アンプで聴いてる時に、あ、柔らかいって感じするよね。で、トーンを聴いた時に、デジタルなのに、あ、柔らかいって思うよね。あんな感じになんかちょっと感じがする、低音が。で、キョンキョンはもうど真ん中にいる、超ど真ん中にいる、もうここのね、ど真ん中、この頭蓋骨の内側でもうおじいとキョンキョンミックスになってるよね。キョンキョンど真ん中、ここのところにこうダーンっていって、低音がダン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 で、キョンキョンここにいるんだよ。すごい。でね、キョンキョンの声ははっきり聞こえるけど、でもなんかね、ちょっとね、この中音がね、ちょっとこう低音に引っ張られてるような感じで、しっかりとキョンキョンの声聞こえるんだけど、もうちょっとね、はっきりくっきり切れよくなるよねって感じでね、まだ開封したばっかかなっていうような感じがするね。で、高音はキンキンしてない、全く。で、ピンポンピンポンとか、なんか普段聞こえないようなね、シャカシャカとかね、ああいうのね。で、あれがね、まだこうくっきりはっきりしていないような感じ。ね、太い高音の役目なのに、その音は出てるんだけど、キンキンカンカンした高音でキンコンカンコンってこう、キレが良くなってるよね、普通はね、ジェットエステンとかは。まあ、マルチドライバーだから、まあ、全然違うんだけど、ジェットエステンは。で、それがね、こう高音なんだけど、中音で鳴ってるような、そんな感じなんだよ。だから高音なんだけど、
高音担当の人がちょっと今トイレに行っちゃって、ちょっと悪いけどパトやっていってって、分かったやってけよって言いながらね、なんかちょっと2人で2つ受け持ってるような、そんな感じだね。なんかね、なのでね、全体的になんていうかな、こう柔らかくていい感じで、どんどんしぎなくて、で全くキンキンしていない、ではっきり聞こえて、なんか柔らかいようなアナログっぽいような、そんな感じのファーストインプレッションだなっていうね。で再生してるものが今回パソコンなんで、元気な味はまあ今までね同一条件でやったけど、まあ、たまたまちょっとこれフォーマットしちゃって、パソコンも OS 一回入れ直したらもう認識しない状態になっちゃったんで、まあ、ちょっと同じ条件で再生することができなくなっちゃったね。まあ、ちょっと残念なんだけど、なんとかね、この音楽をこの中にコピーすることができれば、ここに挿して聞くことができるからね、同じ条件でまあ聞けるんだけど、ちょっとね、おじいもこれ、今始める1時間ぐらい前からいろいろ試行錯誤したんだけど、結局分かんなかったんだよね。これ刺して逆でいけるかな、ちょっと待ってね、これ刺してこれで、あ、やっぱダメなんだね。これ逆にしたら、あ、逆にしたら、あ、蓋取ればギリギリいけた。あ、これね、いけるかな、当たっちゃってから、いけるか、いけそうだ、いけそうだ、ちょっと待って、いけたいけた、ほら蓋を取ってたらギリギリ行くことができたが、ほら、ということで、ちょっとこれでね、じゃあキョンキョン聞けるかもしれないから、同じ状態で聞けるね。そうだね、今まで同じ条件でさ、レビューしてきたからさ、すべて同じハードウェアで聞き比べたいよね、やっぱパソコンだってやっぱ違うもんね、なんだかんだ言ってね。よいしょ、これちょっとスケールがめんどくさいね、おじ、よいしょ、はい、じゃあちょっとねもう一回聞いてみます。イヤーピースでだいぶ変わると思うんだけどね、こっち、これはちょっとさすがにね、おじ、ニュービーに交換したいなと思った。お、やっぱパソコンと全然違うわ。あー、すげえ違う違う。全然違う。わあ、やっぱ S3 プロいい音だわ、これ。相性バッチリだわ。ああ、いい。あ、シャン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 がちゃんと聞こえるわ。あ、パソコンだと、シャン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 がね、全然ダメだったんだけど、ああ、全然いいわ。キョンキョンはこういう長さだね、こういう長さ、きれいじゃんみたいな感じ。この耳元だね、キョンキョンね。ピッポッ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 っていうのも、絶対してんだとここら辺でピッポッピッポッってなるけど、ピッポピッポがこの真ん中で来るね、ピッポピッポピッポってのがね、低音がいい、おじいの大好きな低音だこれ。わあ、素敵な低音だなこれ。ああ、高音もいいよ。これ、エイジングしたらどうなるんだろう。
エイジングしなくてもこのまんま開封してくれていきなりいいよ。ね、まあこっちのバリバリマルチドライバーと比べたら申し訳ないけど、中音と高音のくっきりさだね、くっきりさがもうちょっと出てほしいかなっていうね。全然いいんだけど、全然聞けるんだけど、こもってるっていうイメージはないんだけど、もうちょっとくっきりさが出てほしいかなっていうね。でもマルチドライバーじゃないでしょこれ。ドラムとかの音もね、ここでドン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 ってなってね、位置関係もちゃんとしてるしね。ピッポッピッポッピッポもね、パソコンだとピッポッピッポはここでピッポッピッポって言うんだけど、 S3 プロで行くとピッポッピッポはやっぱここでピッポッピッポッピッポってこうなるんだね。高音染み切ってるよ、チャ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 ンってやつね。ハッハッハッって言ってるお姉さんもね、すっごいはっきりくっきり食えるしね。いや、いいじゃないの。これ、柔らかいよ。あ、これはね、いい音だ。よいしょと。よし。まぁ、ちょっと脱着しにくい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待って。これ、これね。もうこれね、もう一発勝負だからね。おいしいな、そのまま。修正するつもりはないけど。耳のね、ここのね、中にね、これ、イヤーピースがね、これね、これね、ここにね、入っちゃってね、これ、クラゲがね、よ、あ、取れた。これね、このイヤーピースでやっぱりね、これはね、やめた方がいいんで、これね。これはニュービーにしよう。ね、このクラゲね、ちょっといまいちだね、これね。ちょっと待ってよ。これかっこいいね、先端が。よ。あ、かっこいいね。これ今たまたまね、取れて気がついたけどね、ちょうどね、いい感じのこうメッシュタイプになってるね。見える？いいよ。来ないかな？いいよ。来るかな？いいよ。すごい汗だくでしょ。めっちゃ熱いもん。よいしょ。ほら、メッシュ。メッシュフィルターほらね、こんな感じで入ってんだね。あ、 R って書いてあった。あ、ここにね、しっかりとね、 R って書いてある。 RR やったー。クラゲで見えなかったけど、おじいの耳でこっちかなって決めたけど合ってたね。いやー、よかったー。これでね、今ここの右からこう取ったのにさ、 L ってなってたらどうしようかと思ったけど、一応合ってたね、これね。これはね、ちょっとニュービーつけてみよう。あ、ニュービー下持ってちゃったかな。ニュービーね、ちょっと待って、30秒探してなかったら多分下だから諦めるけど、ちょっと待ってね、ニュービー。この辺になかったかな。ないね。ニュービーね、おそらくね、下のオーディオルームでね、ノブサンドさんのアンプを結構ほらやってる時にあそこでこうつけたりするもんでね、下持ってっちゃったね、多分ね。
今度はね、これあのニュービーに付け替えてしっかりと駆逐状態で聞いてみたいと思います。一応ノーマルの状態で聞いてみてね、低音が新しいっていうかね、なんて言ったらいいのかな、デジタルっぽいような低音ではなくて、で、アナログアナログしている、はっきりとしないようなドゥーンってそういう低音でもなく、なんかねちょうど程よい、なんかあったかく広がるような、なんかでいてちゃんと程よくキレがあって、でもなんかこう余韻が残るような、そんなあったかみのある低音だね、うん、なんかおじいがあんまり最近聞いてないような、うん、しっかりと低音が力強くなってるんだけど、こう低音みたいな、こう一生するような、一生しすぎて強すぎるような、低音がすごい思いっきり聞いてると一生が強いんだよね、どんしゃりだぜみたいな、そのどんしゃりだぜって思わせないでしっかりとさりげなく、気がついてみたらあちょっと強くなってるかなみたいな、そんな感じだからね、品がいいってことだね、これね、うん、品がいいです。ちょっとこれね、ちょっと待って、このクラゲちょっと気に入らないのでこれ先取っちゃって、今 ZST についてるのをちょっとこれね外して、うん、よいしょ、 ZST のやつを外して、でちょっとこれにね付け替えてみるね。なんせね、元気なおじいがね、よく知ってるね、お耳がダンボの YouTuber さんがいてね、スイカが入っちゃうぐらい、大きいらしいんだけど、お耳がね。で、もうほんとね、このニュービー信者でね、このウレタンの、この、イヤーピースね。でも、これじゃないともうダメだみたいなね。うん。もうそんなね、信者がいてね、これ LR どこで見れるのか、ちょっと待って、もう一回見てみよう。 LR が、あ、L、 あ、ちゃんと分かった。イヤピース取ると分かる。で、これギューッと潰して、ギューッと潰して、せーの、ほっでつけて、ブワーって膨らむんだよ。このニュービーね、これね、6個ぐらい入って、だ3セットかな、うん、3セット、あれ、6セットはないね、3セットではね、6セットだかな。というか、いっぱい入ってね、あ、6セットかな。うん。待ってよ、3セットかな。というかね、いっぱい入ってね、1000円くらいなんだよ。すっごい安いんだよ、これ。で、すっごいね、音引き締まるんだよ、これね。よっ。よっ。これで、こうかな。あー、もうフィット感が違うね、やっぱね。うん、いい感じだ。よし、じゃあこれでニュービーでちょっと差し替えて聞いてみたいと思います。同じ音で、おお、うわー、これエイジングいらないよ、高音すげー出てる。ニュービーいいね全然違うね。ね、このイヤホンは純正のクラゲからニュービーに変えるとこんなに変わるのっていうくらい変わるよ。いやー、このシャシャシャも全然違うよ。シャシャシャってなるやつ、シャシャシャってのパッパってのもすっごいくっきりしてる。今度キョンキョンもこもってないし、さあ山場が来た。うん、いい音だ。
低音がくっきりしないってさっき言ってたのね、このニュービーにつけたらもうしっかりピシャッとしっかり締まった。これは難しいぞ。ちょっとエイジング100時間から200時間ぐらい一生って書いてあるけど、エイジングいらないぞこれ。どう変わるの。高音と低音と中音、足引っ張ってないよ。ちゃんと分かれてるね。エイジングしたら何が変わるんだろう。透明度かな。そうだね。高音はしっかりとくっきりとしてるし、低音もしっかりと出てるんだけど、そうかな、中音がもうちょっとあれかな、くっきりとしてほしいかな。こんなしっかり出てるんだよな、高音が。いや、低音もちゃんとキレがいいしね。いや、高音もいい音出てるよ。宇宙の大きさで言うとね、これぐらいかな。これもう独立感はあるよ、ちゃんとこの資料のね。空間の広がりはちゃんと感じられるから、変なイヤホンで聞いてるような、こう狭いここら辺でただ聞いて鳴ってるって、チャカチャカって耳元で鳴ってるだけのイヤホンじゃなくて、ちゃんとなんか音がね、ほわーんってこう広がって、これぐらいの大きさあるよ、ちゃんと空間が。いいね、いいね。そうね、まあ難しいわ、これは。ちょっとこれエイジングするけど、よいしょと、これできればね、これね、リケーブル、これ ZS10 のやつ使えるかな、使えねえかな。これ使えるんだったらすげえラッキーなんだけどな。2ピンだから使えるかな。これね、この巻き替え式のやつね、これまあ、一回はめて、くるんって巻いちゃえば外れねえからいいんだけど、ちょっとおじあんまり好きじゃないね、この巻いてあるこのタイプの耳引っ掛けるのがね。でね、このニュービーにして聞くとフィット感がもういいよ、たまらなくいい。で、音がね、こう引き締まってる、ちゃんとね。いい。このウレタンにすると音がこもりやすくなるって、なんか最初これ手にした時に説明に書いてあったんだけど、いや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 、全然そんなことないよ、こもった感じないよ、この相性はいいよ。そうだね、まあこんな感じにちゃんとこう抜けてて、しっかりとダイレクトの音聞こえるからね、抜け方はちゃんといいよ。これね、手にしたその時からこのニュービーに付け替えると、その場で聞いてて
不快な音とかね、例えばエイジングがしようっていうと音がこもって聞こえるとか、あんま良くないとか、なんか世界が狭いとか、そういうイヤホンって結構あるでしょ、ね、でお耳のね大きなねYouTuber さんも1万円ぐらいするね、ちょっとね、まああんま名前出すとあれかもしれないけど、ミーホーってのがあってね、あれがすっごいこもってて、なんかね壁越しに聞いてるようなこもり方だったんだね。でそのお耳の大きな YouTuber さんはそれを頑張ってエイジングしたらね、あばけたばけたって言ってたけど、うちはそこまでちょっと根性なかったんだけど、そういうね、こうなんていうかな、そういうこもるっていうのが全くない。で中音域がちょっとややそうねオブラート2枚ぐらいかな、壁とかカーテンではなくて本当にオブラートだね、オブラートが2枚ぐらい重なってあるのかなっていうのとね、それから、まあ、音の広がりはいいんだけど、もうちょっとね、もうちょっとなんていうかな、世界観はせっかく広くてこういろんなところの楽器の場所が定位置がちゃんとしっかりと出てるんだよ。でそのね同時になんかこう音がこう鳴った時にそのなんていうのかな、横の音とちょっとこうくっついちゃってるような感じっていうのかな、同時に音がいっぱいこうチャカチャカキコキコとかこう音が音楽の一番盛り上がりのところでねちょっとしっちゃかめっちゃかになってるような感じだったんで、そこのところがねエイジングでどうなってかなって感じだね。まあ普通に聴いてる分には全然そのまんま使って満足だね。うん、中音かな、中音がの解像度がもうちょっと欲しいかな、全体的に欲しいかなっていうね、そんな感じだね。S3 Pro で再生してるので、ユミレジの S3 Pro と F1 プレイはとにかくね音楽再生向けなんだよね。すごい音がいいんだよ、びっくりするほど。でパソコンで聞いた音よりはこっちで聞いた方が全然音がねまとまってしっかりと音が出せるんで、低音のこのなんていうかな力強さとかキレの良さなんかはパソコンの再生なんか比じゃない。あと高音のね出方ももうパソコンの比ではない。パソコンで再生した時はなんかこうここら辺もボーカルもでもここら辺にちょっとこうまとまっちゃったんだけど、 S3 Pro で再生するといやその辺がもうちゃんとしっかりと出てたっていうね、うん、でまあすごくいい感じだね。キン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 高音は出てるけどキン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 してる感じはない。で中音がちょっとオブラートを包んでるのでそこの明瞭感がもうちょっと出てきたらいいなっていう。で低音は今のままでもういい、もう申し分ないからいい、うん、どうなっていくのかな、振動板がちょっとこなれて柔らかくなってきたらもうちょっとこう響き方が変わってくるのかなっていうね。で今ちょっと温かみがある感じで聞こえてはいる。で冷静に全体的に評価するとちょっと今まとまり感というかな落ち着き感というのかな、そこがねあともう一息のとこって感じだね、うん、だからバラバラになっちゃってなんかこうずっと聞いてるとさなんか1曲2曲聞いてると疲れるイヤホンとかってあるじゃん、ドンシャリ系だったらとにかく。でシャリはないんだよ、シャリはない。で確かにドン気味ではある、でもシャリではない。だから聞いていて全く疲れるってことはない。2曲目、3曲目、4曲目。そのまんまずっと聞いて疲れない状態です、今ね。で、これがね、もうちょっとこう、くっきり境界線が出てきたら、もうちょっと化けるのかなって感じがするね。いや、これこのまんまね、開封してこの状態だったら、いい感じだと思うね。うん、いや楽しみだね、これね。まあ、あくまでもおじいの場合この S3 Pro とこれでね使ってみた感じなんで、まあ、この環境じゃないとこの音は出ないかもしれないね。じゃあちょっとねフラッグ音源の例のいつものデモをちょっと聞いてみたいと思います。キョンキョン戻してこれどうやって使うんだっけな。
と待ってね。これだ。これの、ちょっと待ってね。ちょっと一回一回して短いから。おお。うん、やっぱ中音だな。うわー、これドラムがいいな。うん、低音がなんかあったかい、あったかい低音、すっごい気持ちいい。じゃあこれだったらちょっと皆さん聞かせられるから。はい、どうでしょう。やっぱね、こういうイヤホンってさ、自分の耳の、なんていうの、この空間が、要はこう、響くね、楽器の一部になるわけだから、まあ、ちょっと低音に関しては、全然この空間がない分だけ、ちょっと高音、中音しか、再現で聞かせることができないと思うんだけど、でもこの高音の状態からも、音色の良さっていうのは伝わったと思うんだよね。でおそらくボーカルが優しい感じで聞こえたと思うけど、ちょっとあれでしょ、ほんのちょっとオブラート2枚分ぐらいちょっとなって感じでしょね。で低音はおそらく正しく伝わってないとは思うんだけど、ノブサウンドのトーンで低音を聞いてるような、そんな優しい低音でズンちゃんズンちゃん聞いてるので、これはちょっと新しいなと思ったね。うん、この ZS10 Pro はもう高音中音低音全部全開でこう頑張りながら鳴らしてくれるやつなんで、全く性格が違うこれね。うん、いやこれリケーブルできるのかな、このケーブル使えるんだったらちょっと嬉しいね。このケーブル確かね、いろんなものに対応してるんだよ。同じ2ピンだからサイズがあったらラッキーって感じだね。はい、まあ、今回は開封ファーストインプレッションということで、このイヤホンが3500円で買えるんだったらちょっといい時代だなと思うねこれね。まあそれを言ったらこの ZS10 も本体自体はまあ似たような感じなんだけど、実売価格がこっちもう1000円ぐらい、もうちょっと高かったね、確かね。クーポン使ってもね。なもんで、そこのとこの差は出てくるかもしれないんだけど、いやー、なかなか、この音はちょっと捨てがたいものがあるぞと。ね、うん、ただ、おじい、このなんかカタツムリみたいにこうなってる、これがちょっとおじい、あんまり好きじゃないので、これはリケーブルできるんだったらリケーブルでちょっともう一回聞いてみたいなと思います。さあ今日からちょっとこれね、楽しみだね。200時間のエイジングに入りましたね。実はねもう一個ね、紹介したのここに来てるんだけど、200時間っていうと結構な時間かかるんでね、うん、まあ実はもう一個ね、ちょっとレビューするものがあるので、また別の動画でね紹介させていただきたいと思います。今回はこのビローンビローンの BL03 の開封動画でした。いやなかなかうまく伝わらないと思うんだけどね、音ばっかは本当ね著作権の問題があるからね、いろんな音楽キョンキョンとかもう聞かしたいんだけれども、ちょっと聞かせられないのが残念だね本当ね、うん、まあ実売3500円で買えるイヤホンだったらおじいこれはありだなと思うね。
まあ、ただこのニュービーをつけるっていうここ前提だね。これほどノーマルのあのこのクラゲがねムカついた違反はないねここ残っちゃったからね。それぐらいね、あのグッて入ってこの巻き貝になってからこれこう外してポンって、結構中にフィットするんだよ。しっかり奥に入ってフィットしてくれるんだけど、グリップが良すぎてポンって抜けちゃったっていうか、まあ、ここが緩いのか分かんないけどね、まあ、ウレタンの方がいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね、まあ、おじいのこれね、レビュー見てもまあ分かんねえと思うけど、おじいはこれいいものだと思いますね。おじいの中では丸で、今後も期待も丸、これはそのまま届いてそのまま聞いても丸だと思いますね。またいろんなジャンル聞いてみたいとかね、音に関してはちょっとおじい、ちょっと徹底的にやってみたいんでね、まあ、おじいの徹底的って、まあ、広く浅くなんだけど、おじいはね、真空管アンプね、元気なおじいのところにねあるこれ、元気なおじいはね、今これドハマりしてるのが、はい、このアンプになります。はい、でこれと組み合わせた音がどんな感じで聞けるのかなっていうのが、もうおじいはここの興味がすごい心身なんだよ。でこれはすごい高音質に出てくるね、真空管ハイブリッドアンプなんだけども、このアンプを通すとそこそこのしょぼいイヤホンでもいい音で聞こえてしまう。で逆にこの高音質系のこのマルチドライバーのジェットエステントの組み合わせもいいんだけれども、高音質でかけちゃうとちょっとあーって感じになっちゃったんで、絞って調整してました。でこれがね、ここだとちょうどバランスが良さそうな気がするんだよ、おじいね。なのでね、まあ、大体まあこういうアンプで言うと、まあ、オーバーヘッドで聞くもんなんだけどもね、夏暑いでしょ、汗だくになっちゃうでしょ。だからまあ気軽に聞けるヘッドホンはどれなのかなっていう、まあ、ちょっと個人的な興味があるんでね、最終的にはとか、おじいが音通してきたのはこいつなんでね、まあ、S3 からこいつに飛ばしてイヤホンを購入させて聞くっていうね、まあ、ヘッドホンアンプの正しい使い方でちょっと音を味わってみたいなと思っております。はい、そんなわけでね、エイジング後も楽しみにしてください。エイジングもね、中間報告したと動画作るんでね、楽しみにしてください。あとね、おじいに分かることだったら皆さんの質問にも答えるけど、おじいそんなにね表現豊かじゃないんでね、うん、ね、まあ、おじいの分かる範囲だったらお答えしたいと思います。というわけで今回はビローン BL03 の開封でした。次回もお楽しみに。このね、 Amazon のリンク貼ってくるんでね、もし興味のある方がいたら見てちょうだい。新発売のもう出たばっかの新しいね、ニューイヤホンでございました。またね、バイバーイ。